数十年前、奴らは突然地球へとやってきた。反省系通商連合、略して商連。奴らは複数の異星人種族からなる高星間文明ってやつだ。宇宙人とコンタクトし、地球上から主権がなくなったその日を、商連の優れた科学技術と圧倒的な商業資本の前に、地球全体が一個の後進国と化したのだ。輸出できるのは食料と傭兵としての人間だけ。スクールバスに似てるんだよ。 SF 映画通り越して出来の悪いカートゥーン見てるみたいだぜ。なんで僕たちは焼き鳥って呼ばれてるんだ？リクルーターのパプキン氏は元は日本語だと言ってたわよ。日本語の焼き鳥だと、そりゃ焼いた鶏の料理のことだ。リクルートされた兵隊もどきの俗称さ。少年人は地球人を焼き鳥だと公文書に記載しているがね。焼かれて食われろと。敵が多すぎるんだ。一掃しなきゃ動けない。戦闘にはチームワークが要なのだ。仲間同士きちんと協力したまえ。諦めんじゃねえ。生きてる限りは戦い続けるのみ。